皆さんこんばんは。ナビゲーターのゆきひろでございます。今日はですね、久々に、自宅のですね、この道具に囲まれたところで、撮影をしております。今日はですね、もう軽量装備で、ちょっとドリップをね入れたいなと思いますので、実はですね、じゃん、こんな感じの袋、まあね、よくミニマタイとか麻袋でコーヒー道具こうやってまとめてキャンプとかね持ってかれる方いらっしゃると思うんですけども、今日はね前にもちょっとご紹介しました、まあ、超軽量な、ドリッパー、じゃがじゃん、はい、ヤスキヨ式紙落としドリッパーですね。この木製のですね2つのこのリングで、紙 の, フィルターをね挟んでこう入れると。でこれねすごい軽量で持ちやすいですし、さっきみたいに袋入れてね持ち歩きやすいですし、まあペーパーで入れるんですけど、この壁がね一切ないんですよ。なのでネルドリップのようなイメージ、よりなんていうの、ネルドリップに近い感じのペーパードリップみたいなことができるということでね、結構ね実は優れものなんですけども、久々にねこれでドリップを入れていきたいと思いまして、なんでかって言いますと、この中に秘密があります。はい、この中にありましたのはこのですねスタンドですね、ドリップスタンドが出たんですね。なのでよりねこの紙落としドリッパー、やりやすくなったといいますか、これをね台にしてあれを入れると、あれでドリップをするということで便利なねドリッパースタンドが出ました。でね結構これね面白いんですよ。こう分解されてるんですけど、要はねこの穴のところにこの支柱をねじ込むということで、ねじ込む、そして装着できるということでね、今日は、三脚になるんですよね。なので、これでドリップが入れられるということになります。なのでね今日はちょっとこの、スタンドを使って紙落としドリッパーでドリップを、コーヒードリップをしてみたいと思います。はい、ではですね、紙落としドリッパー装着していきたいと思います。まあね、ここを折っていただいてこうですね、はい、でポンと、でこの中のリングの方をガチャッと、でここ最後グッとグッと押さえる感じです。そうするとねもうドリッパー完成になりますね。はい、皆さんお疲れ様でございました。今日はね、紙落としドリッパー、そして専用のスタンドをね、まあ、使って、まあ、軽量ですよね、すごい軽量な、コーヒードリップ入れてみました。ほんとね簡単にできるんですよ。まあ、豆とね、フィルターと、まあ、ドリッパーですかねあって、結構ねコーヒーは気軽に入れられるものですので、ぜひねやってみてほしいなと思います。ではね入りました。ここねちゃんと濃厚に入ってますよ。はい、ではいただきます。うん、あ
うん、ちゃんとね濃厚に入ってますね、これねやっぱねちゃんとしっかり入るっていう感じですよね。なんかまあリブがね内部壁がねドリッパーのない分もう紙だけなんでね、やっぱね入れる時ちょっとまあ、少しかなりなんつうんですかドリップポットねちゃんとしたのを使ってまあちょっと点滴系のねドリップした方がまあいいかなと、まあ、思うんですけども、まあねこんだけ軽量ならばアウトドアとかでもね、持ってって、気軽に使えるかななんて、思ったりもします。いいですね、見事な感じで入ります、美味しいです。はい、本日もご視聴ありがとうございました。よろしければですね、チャンネル登録などしていただけましたら幸いでございます。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。